これで DLC エリアに行けるようになった。ちょっとこっち覗いてみようか。ウーラシュールに向かったつもりがなぜか深淵に連れ込まれた東雲。そこではマヌスとアルトリウスが最後の戦いを繰り広げていた。マヌスを撃破できると思った次の瞬間、マヌスから分かれた深淵の一部がアルトリウスを飲み込んだ。現代に戻り、アルトリウスの墓に訪れると過去の改変が起きたのか、シフト深淵に飲み込まれたアルトリウスが現れた。おいおいおい、無理、あいつが遠い隙に、あと一発、よし、あれ、なに、戦いの最中、アルトリウスの体から追い出されたアルトリウスの深淵を撃破することで、シフターアルトリウスの魂を解放したのであった。アルトリウスの深淵撃破です。おお、なんかいっぱいもらった。バイバイみんな。ありがとう。俺は強くなった。眷属たちへのリベンジ。さあ、二等戦やっていきましょうか。石の装備をしといて。わあ、最悪だ。しょってそれかい。ムービーもなかったな。骸骨いないね、そういえば。キアランが来てくれるらしいんだけど。いないね。そのうち来んのかな。ふい。ふい。どけ。回復して。え、いなくね、キアラン。あ、ベルカのイベント進めないとキアランは出てこないのかな、もしかして。それあるな、そういうことか。じゃあ普通に倒していこう。相変わらずの雑魚的だからな。はいはい、ラスト。はい、オッケー。ニト撃破と。楽勝すぎるぜ。はい、ちょっとね、レベルも上がって、魔法もちょっと使えるようになったし、金のガーゴイル、リベンジといきますか。ソウルの槍主体で戦っていく。初手ここで、撃っちゃうと。おお、いい火力。下がれ。うわぁ、避けられちゃう。当てられれば、ああ。いや、全然、いけそう。当てられればいけそう。オッケーオッケー。はい、なんかね、片っぽの HP を 50% まで削ると、そいつが無敵になるらしい。だから一人狙いができない。もう片っぽも 50% まで削ると、どうやら無敵が解除されると。そういった仕様らしい。ほらほらほら、無敵になったね。なるほどな。一回回復して、じゃあ今度大刀を狙わなきゃいけないわけだ。うい。いけ。あ、いったいったいった。オッケーオッケー。ここ大事に。こいつだけ。あれ、倒せない。なんで？またか。大刀先にやんなきゃいけないのかな。強いソウルの矢で。うい。うい。どうなるこれ。なんでこの二人とも同じ体力残ってんの。待て。落ち着け。一回体勢を整えよう、ちゃんと。もう倒せんじゃないこれ。うい。よし、これと、この、うわマジかよ。うーわ、もったいな。くっそ。なんか今やった感じ、50% だけじゃないね。30% と、あと、最後の一撃の時も、二人とも同じ体力にならないと、削れないっぽいな。ちょっと考えました。これ使います。選ばれし不死のソウル。使用により、神盾の保護を、加護を一時的に得る。これちょっと使ってみようか。防御力上げて、いい感じに。スピード勝負でいこう。まずは、
ソウルの槍で2人ともスナイプ。うわーそうやられるときつい。一旦離れよう。何の防御が上がってんだろうね。上がってるかこれ。いまいち実感がない。もう切れた、もしかして。死神の HP が削り切ったと。でこっからは大刀を狙っていかなきゃいけない。大変だなこれ。めちゃくちゃむずくない？魔法使い切っちゃうんだけど、強いソウルのやつ買うか。こっちでも十分火力通るな。発生遅いのが苦しい。うい、逃げて。よし、 HP はどっちも 50% 切った。でこっからはまた両方削れるはず。よしよしよし、強いソウルの矢で、どちら、死神、死神狙って大刀狙おう。 OKOK、 まず大刀から。 OK、そして死神と。オッケー、勝った、やっと勝てた。強えよこいつら。はあ、よかったよかった。はい、続いてこちらのリベンジもやっていこう。ロードランの災い。頭に魔法ぶつけたいな。入るといいけど、結構硬かったかな。いや、その位置良くないね。普通にじゃあ、強いソロの不定で。あ、まあまあの火力出てるね。悪くはない。うい。お、いいね。頭差し出してくれた。ナイス。460人か。ソロの槍、正面から当てたい。2発くらいはいける？いいね。このまま行きたい。いやー大丈夫かなここ。怖い怖い、止まれ、押せ押せー。オッケー、一回逃げよう。ソウルの槍でも十分強いな。でも早く結晶槍が欲しい。あーミスった、もったいね。押せ押せーい。あとは武器でぶん殴って倒そう。逃げろ、あの攻撃をしてくるまでは待とう。むちゃくちゃ追いかけてくる、厄介だな。早く突進してこいや。距離離せない全然。あれゲロでしょ、それ嫌。ほら、こんくらい離れれば突進してくるんじゃないの。来た、避けといて。はい、いただきましたと。 OK、 じゃあついでなんで貪欲者エレーミアスのソウル、人間性の双子、ソウルいっぱいくれ、頼む。おお、86,400、そんなにくれんの、やば。お、電動車のサンスマタ、サンマタやり。エレミアスのソウル、ロードランの忌み物の居場所となる絵画を描いた朽ちぬ古竜の最後の生き残り、エレミアスのソウル。
かつて古竜の末裔も根絶やしにされたエレミアスは、憂えながら太陽の光の王と終戦のみそぎを交わした。だが彼は神々の約束の軽さをその後に知った。エレミアスっていう古竜がいたのか。朽ち果てたエレミアスのソウルは使用により彼の記憶を覗くことができる。使おう。あ、ソウルゲット。おお、なんかいる。古竜、どうもどうも。あの灰の湖にいる人と同じですよね。人形を返す。石の印ね、これ。え、終わっちゃった。で、ローガンからちょっと魔法買っといて全部。Heading out, are you? これでいなくなるよね。あ、いた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 。やったー、決勝やり、ようやく。わ、ちょぴっとだけ足んない。よし、決勝魔法コンプリートで、魔法を全部買った状態でここに来ると、ローガンが宝箱に変わっていて、ローガンの杖がゲットと。よし、ようやくこっちの強強杖の方使えるよ。やっぱいいね、火力高いね、こっちの方が。まあまだ威力が43だからそこまでの差はないけど、もっと上げればもっと差が開くはず。しぶきないのか。しぶき本当にないのかな。どっかにあるような気がするんだけど、で見当たんなかったからな。ないのかもしれない、バランスブレイカーだから。封じられたかな、制作者に。しぶき使いたいんだよな、本当は。無双したい。まあ、結集槍でもだいぶ無双はできるけどな。で、ここにローガンが出てこない。あれ？いね。ああ、ここにいた。やっぱり結晶洞窟の方かなって思ったけど、本当にいたわ。いやー、ちょっと手が出せねえ。ファンネル溶かしている。わわわわわ。やば。危ない。白竜の息だと通っちゃうのか。いや。きつ。ほい。ほい。ほい。魔法打たせないように立ち回るしかないか。よし、オッケー。さあ、よこせ。結晶の釈上。あれ？あ、オッケーオッケー。白竜の息。またもらったわ。哀悼の蝶からももらったんだけどね。よし、これで老眼イベントもクリアだな。さあ、リベンジパート2だ。今度は、クラーク。お、結構入るね。ソウルの槍もかなりのダメージ。いけいけーい。いけいけーい。強い強い。リーチ伸びてるし、発生も速くなってるから、剣の攻撃は受けたくない。魔法だけで掘り寄せそうだな。あー、やばい。まずいまずい。ブレス回復して、剣来てる、避けろ。うわー、あー、剣の攻撃食らっちゃったらダメだな。まずソウル回収しよう。あれは惜しい。来てるよ、せいせい。で、横に移動してまた矢を打っていくと。剣クリア。
いいね。近づいてるときに撃っちゃダメだな。逃げろ。グレス。結晶界からの槍。槍。あと一回。いけ。よーし。オッケー。コントの嵐か。もうソウル入っちゃったか。まあしょうがない。オッケーオッケー。よーし、クラーグも倒した。あと残ってんのは、オンスモだけだな。オンスモか。よし、ちょっとね。レベルを上げて結晶槍を使えるようにしたので、この状態で復活オンスモとやっていこう。サクッと決めたいが。あ、まずい。あ、ひるんでくれるんだね。避けて、結晶槍を入れる。一体にできれば、なんとかなると思うから、まずは、最優先で、強い魔法を使って倒していく。死にそう、死にそう。待って待って。それはそれとして死にそう。避けろ避けれない。あいつ、あれしかやってこねえぞ。なんだよそれ。やめてくれ。槍を打っていく。暗闇だからか、なんかロックオンの距離が短い気がする。やだ、もうちょい避けろ。くそ。照準をまっすぐ合わせて撃ちまくる。 OKOK、 いい感じ。槍だけちゃん気をつけて。いいよ、あと一発。やだ、終わり。くそ、終わり。オッケー。もう一体どうなる。あれ、なんだ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 。おお、無の末裔オーンスタイン。何それ、何それ、それ何。火力は十分。速くなってんな、速くなってる。結晶槍、決勝やり。スピード勝負でいこう。うわぁ、避けられる。うわぁ。追尾の方がいいな。避けて。あと一発。お、赤いのなくなったぞ。グッバイ。オッケー。倒したー。死の瞳、死の回避。貪欲者つけとこう。ドンギ間に合わないか。オッケー。よしよしよし。超えてるぞーボス。これで復活ボスは全部撃破したかな。やったぜ。これで残りは本当にイザリスしかなくなったな。いけるところ、どうしよう。マグマ積んでんだよな。ちょっと調べてきます。ということで、次回に続く。